今日は大きくなるにつれて逆にちょっと警察が嫌になった時期だったので警察官は辞めました。昔の若い頃のうえー貯金でうまい棒な3 舐めたいです。藤波敦史です。芸名です。あっくんとかあっちゃんとかって言われてます。身長170です。体重は今67とか。年齢は23です。誕生日は11月の5日です。 A 型です。愛知県です。自分のところは名古屋なんですけど、田舎なんでやんちゃな人とかがいっぱいいます。僕はそんなことないです。ヤンキーではないですけど好き放題やってたと思います。兄弟は妹が2人います。すごくお調子者でありつつ泣き虫でした。その時は多分警察官とかだった気がします。ならなかったです。大きくなるにつれて逆にちょっと警察が嫌になった時期だったので警察官は辞めました。少林寺拳法をやってました。部活はずっと水泳部です。特にそんな考えたわけではなく、突発的に SNS でなんか募集をかけてたので自分がそこに応募をしたって感じです。撮影がもう終わった時と実際にそのできた作品を見た時です。一発撮りでなかなか終わらないところですかね。ああでもそうですね、たまに自分もあれって時があります。すごく嬉しいが一番、自分がなれるなんてとは思いました。ほんまですか？はい、ほんまです。利用されてないです。いいえ。そのカメラマンさんとはもともと一回すでに撮影した仲だったので、割と緊張せず自然な流れでやれたのが一番良かったかな。いろんなイベントだったりとかに呼ばれるきっかけにはなったんじゃないかなと。体は、はい、鍛えてます。今は週4から、行けたら週5ですけど、好きではないですね。やっぱりモデルとして頑張らないとという感じです。癖はよくこう鼻とか触っちゃいます。口癖は特にないかもしれないです。中華料理とか結構です。辛いものです。前はしてたんですけども、今は全く。オムライス、唐揚げ、自分の好きな食べ物。でも自分も唐揚げは自信があるんで唐揚げです。思い切っての行動が多い方かなと思います。一番よく言われるのは北村匠海、あと昔の若い頃の竹内力さん。スキンケアも洗顔、化粧水、乳液ぐらいです。寝る前はスマホ見てますね。 SNS をチェックしてます。悪いんじゃないですかね。着替えます。好きな時間はご飯を、晩ご飯を食べた後のソファーでそのスマホとか見ながらくつろいでる。嫌いな時間は朝起きて出発をする準備する荷造りとかが一番嫌いです。休日は
特に予定がなかったらテレビぼーっと見てぼちぼち筋トレ行くか帰ってきてまたテレビって感じです。なんだろう、多分あるんだろうけど出てこないな。まあ服とかですかね。服です。ああ音楽はもう僕ジャンルがバラバラで、カラオケとか行った時に友達が歌ってた曲がいいなと思ってそれをプレイリストにどんどん入れちゃうんで結構バラバラです。今ハマってるのはマカロニえんぴつさんとかバウンディさんとか、好きな映画はマーベル系ですね。好きな色紫、エロいけど上品じゃないですかSNS は Twitter と Instagram がメインで、ちょっとだけ TikTok やったんですけど、あんまりやってないです。見ますね。それはもちろん、ナイモンチャンネルとね。問題ない。最近見てるのは、平成フラミンゴさん。インドアです。犬です。思わないです。父親からいただいた言葉なんですけど、人と人の縁を大切にしなさいって一番好きです。欲しいもの筋肉です。人ですね怖い思いしたことはないですけど結構探っちゃいます。なんか根は小心者なんで、この人本真意は何なんだろう、人の言葉一つ一つに結構敏感です。気心の知れた友達と何でもない会話をしてる時が好きです。筋肉が欲しい。筋肉ありますよね。まだまだです。全然もうそんなの怖いです。十分ある歌います。なんだろう、ちょっと気持ち悪いですけど、いかにこの人と楽しい時間を過ごせるか、初めて会った人であればあるほどどうしたら楽しく過ごせるかなって考えながら接するのか。貯金でうまい棒な10円ですよね。うち計算ができないな。100円で10本ですよね。35万本エクボです。鼻です。もっとシュッとした、あ、こんなやっていいんですか。この鼻がもっとシュッと、ここももっとシュッとしたかったですあります。高校生、中学生、いや、ギリです。一応頑張りました。あー、今のとこはないですね。認めたのは二十歳ぐらいです。小2、小3ぐらい。男性です。自分の3個か4個上ぐらいだから、中1か小6か、あの少林寺拳法習い事で、ただの片思い18、年上ですね。で、今の自分ぐらいだと思います、ね、22、23歳。そのキラキラしてる顔よりかはちょっと素朴な感じの人の方が好きです。まあ、惹かれやすいのは自分よりがたいのある人。筋肉じゃなくて骨格っていうか骨太、逆に言ったらちょっとポチャっとしてても全然明るい、面白い、イエーイって感じだけど、ちゃんと物事を考えて行動ができる人。それこそ年上がやっぱりいいかなって思ってます。40ぐらい、40代いないです。
二人です。初リアルも18ぐらいじゃないですか。健全ではないです。はい、やってしまったっていう後悔しかなかったです。何も楽しくなかったです。あーもうってなっちゃいます。浮気はしないですね。強いと思います。汗フェチです。舐めたいです。猫が多いです。ド M だと思います。あーもうわかんないです。対面剤基本どこも敏感なんですけど、あ耳とかやばいですね。甘いキスキスと熱い抱擁、早漏だと思います。週3から週4。何センチかな、長さは僕そんなに大きくないんですよね。もうこんなもんだと思います。でも太さは僕こんぐらいあります。太いです。今日は、今日はファンの方からいただいた僕の一番お気に入りのパンツです。椿の花の柄のパンツです。割とやばいことも言ったような気がするので、出来上がりがちょっと怖いです。結構なんか、うわっと言った気がするんで、それがいいなと思った方はチャンネル登録といいねをお願いします。ありがとうございました。これ AV のオープニング、いや本当に始まりそうですね。始まりそうですね。